w, en, テンプレートアタッチド KML, グランドストリートウィキデータにある、KML グランドストリートの東の区間にある、コーポレーティブビレッジ。手前に移るアマルガメティットデュエリングスは、アメリカで最も古いコーポレーティブ住宅の一つである。イーストサイドグラットも写っている。カッサー、S ビアリズ・バーリー・セービングス・バンク・グランドストリートは、 ニューヨーク市ローアーマンハッタンを東西に走る通りである。この通りの北にはブルームストリートとさらにその北にはデランシーストリートが双方からチャイナタウン、リートルイタリー、そしてローアーイーストサイドを通って並行して走っている。この通りの西端はバリックストリートで東端は FDR ドライブの速道である。19世紀。 ウィリアムズバーグ橋が建設される以前、グランドストリートフェリーがマンハッタンのグランドストリートとブルックリンのグランドストリートを結んでいた。コーポレーティブビレッジというコーポレーティブ住宅の集合がこの通りの東側の数ブロックにわたっている。他の特筆すべき建築物はニューヨーク市警察級本部、ビル、ホームセービングスオブ、アメリカビル、そしてビアリストオカーシナゴーグがある。 ニューヨーク市地下鉄 BD トレインのグランドストリート駅はこの通り上にある。グランドストリートはクリスティストリートの西では東行きの一方通行、その東では両方向通行となっている。また、クリスティストリートの東の区間には自転車レーンがある。客中、ありがとうございます。